はじめまして、ボーカルインストラクターの鈴木直人と言います。今回はですね、ボイトレについて一つ二つお話をしたいなと思ってるんですけど、皆さんボイストレーニングというとまず初めに思い浮かぶのは腹式呼吸だと思うんですけど、腹式呼吸とかでそのボイストレーニングというと YouTube なんかでこう調べるとものすごい出てきますよね。この辺にいっぱいわーって出てくると思うんですけど、腹式呼吸っていうのはね、ただやってるだけでは絶対打たないから上手くなるわけなくて、腹式呼吸をどのようにしてこう使っていけば効果的かっていうことを知らない限りは、ただの呼吸法だけになっちゃうんですよね。そこで、この腹式呼吸というのをしっかり実感しながら声にするためにはどうすればいいかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんだけども、まずね、声で一番大事なのは僕の生徒さんなんかでも結構いるんだけども、高い声を出すためにはどうすればいいんですかってね、言う人いるんだけど、高い声なんてね、別に出す必要ないのよ。なんかこのあーなんて高い声出すぐらいだったら、ちゃんとした自分のマイトーンって言って自分の響く声であーって出してあげる方がもうがぜんね聞きやすいと思うし、出してても絶対気持ちいいと思うんだけども、声はですね、肝心なのは低い高いではなくて深いか浅いかっていう、そういう考え方をした方が全然いいと思うんだけども、そこで腹式呼吸、もうこれはね、本当に多分ここにたどり着くまでの間にはみんな本当いろんな、さっき言ったように腹式呼吸についてはもうね、鼻からゆっくり吸って口から吐くとか、これ一番大事なのは吸うことよりもね、吐くことの方ががぜん大事なんだけども、まあでもそれはみんなもうできてるものとしてこう考えるとして、この腹式呼吸、よくね、専門用語では横隔膜を支えるとかね、あとはまあどう言えばいいのかな、ちょっと押し込むとか、まあいろんな表現があるけれども、まあここでは支えるっていう表現ですね。横隔膜、まあ吸えば当然横隔膜が下がっていくわけなんだけども、これを支えてるっていう実感がなければ絶対にこう深い声というか芯のある声は出てこないので、これをするためのコツですよ。これはですね、ハミングにあります。ハミングにも、まあこのね、女の人なんかこうキッチンに立ちながらフン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 なんていうのは、もちろんあれもちゃんとしたハミングなんだけども、浅いハミングと深いハミングっていうのがあって、浅いハミングっていうのは本当ね、口先だけでうーん、これはすごい浅いハミングですね。でこれもね、ハミングとしては間違ってないんだけども、腹式呼吸をしっかりこううーんと吸ってキープ、まあ、支えた上で今みたいなうーんっていうハミングをしても全然ね、こうお腹を使ってる実感っていうのは全くないと思うんだけど、これをですね、例えばそうだな、水を含んだ感じっていうのかな、口の中で、もしくはこう口の中で空間を作った感じ、まあこれはイメージするだけでいいんだけども、でこの鼻孔共鳴、ここにね、口に空間を作って、さっきはこううん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 浅いハミングなんだけど、これをうん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 、わかるかな、ちょっとこう口がとんがった感じになるよね。でここにね、響かすわけですよ。そうするとハミングっていうのがさっきの浅いハミングに比べてこうなりますね。そうすると同じ音階でも声が響いてくるわけです。でね、これが何なんだと思うかもしれないんだけども、腹式をね、しっかりやった状態、こう支えた状態で浅いハミングでってやる感じと、響く感じでってやる感じ、これどうですか？響く感じでやった方が、あ、すごいここ繋がってるっていう感じがね、絶対すると思うの、ここがね。で、このハミングっていうのもね、この声の起源っていうのかな、浅いハミングの状態でって声を出しても、すごいかってもう生声っぽい感じの声しか出ないし、お腹も支えてるっていう感じはもう全然ないでしょ、全然ないんだけども、この響いてるハミング、ここ響いた状態でこう声に変えていくと、当然声もこう深くなってくるし、お腹もつながってる、つながってる感じ、ちょっと試してほしいんだよね。ほら、ここすごいこうつながってるなっていう感じじゃない？で声も響いてくる。
ね、これがねやっぱこう重要なポイントというか、結構みんなただハミングをすればいいだけって思ってる人ってすごく多いと思うんだけども、この響くハミングと響かないハミングで、この上で声を出していくと、もう声にもすごい差が出てくるし、すごい腹式を使ってるっていう実感できると思うので、そこをねちょっとね試してみてください。でも歌でやっぱり一番大事なのは当然歌心でもあるし、言霊っていうのかな、もちろんそういうパッションですよ、そういうものが一番大事でもあるので、もちろん歌うときはその鼻孔に響かすとかね、もう統制だ中性だとか、もうこの強制だ考える必要はないんだけども、ただ基本的に自分がどこに声を響かしたら声がこう深くなってくるかとかね、お腹をしっかり使っている実感を伴って声を出していくためには、まずはこのハミング、響くハミングっていうものがとっても大事になってくるので、ちょっと試してみてくださいね。では今後もいろいろこうアップしていきたいと思うんですけど、今回はひとまずあんまり長いとねもう見てもらえなくなっちゃうので、じゃあひとまずこういう感じで、またアップしたいと思います。鈴木直人でした。どうもどうも。